それでは本日最後の講習になります。化合物データベースのウェブツールの利用法、理科学研究所です。ウィッチ先生。はい。長田と申します。長田合成物質研究室。植木です。はい。ああ、そうですよ。はい。はい。よろしくお願いします。はい。はい、こんにちは。で、はい、こんにちは、ありがとうございます。返事が返ってくると思わなかった。今日も朝から、まあ、講習会いろいろあって、それで皆さんも疲れてると思いますし、明日も、まあ、夕方ちょっと前まで遺伝子の話が非常に多いんですね。それで、多分この講習会に参加されている方々も遺伝子の話がこういうのを聞きたいっていう要望がまあいくつかありましたけれども、遺伝子の話全く出てきません。その辺はあらかじめご了解ください。で、今回、まあ、仰せ使ったのはですね、化合物データベースとウェブツールの利用法、化合物に関してどういった情報が、ウェブ上から、得られるかということを紹介したいと思います。けども、化合物の構造を普段意識してる人ってどのくらいいますか？化合物の構造なんか自分で書いたことほとんどない。まあまあちょっと、はいはい、ありがとうございます。はい、それでは、まあちょっとどういうバックグラウンドの方がいらっしゃるのかっていうのはちょっとよくわかんないので、簡単なところもあるかと思うんですけれども、まあ始めたいと思います。で、まず私自身の自己紹介なんですけれども、今理化学研究所というところにいます。これは、今埼玉県の和光市という、都内に比較的近いところの埼玉県なんですけれども、そこに、独立行政法人の理化学研究所というのがあって、そこが本所で横浜にあったり仙台にあったり名古屋にあったり播磨にあったりっていう風なところで、まあ、日本全国いくつかあります。で、そこで、長田抗生物質研究室というところに所属しております。で、この抗生物質研究室はもう、50年ぐらい続いている、研究室で、ひたすら微生物から、抗生物質を含め有用な生理活性物質を拾っているというような研究室であります。で、私自身 の、 その研究室内での担当なんですけども、微生物を分離したり培養したり、で代謝産物を、生成したり、で構造決定したり、で構造決定したものを、それに該当する整合性遺伝子ですね、こういったものを決めたりもしてます。で、我々も、放線菌とかカビを対象にゲノム解析やってます。で、ここには、このサイトトリエニンという物質、まあ、新規物質として取られたものの生産菌の、放線菌なんですけども、そのゲノム約 10.2 メガの、ゲノムを、まあ、決めて、それでこの物質の整合性遺伝子がどの辺にあるかというのをまあ決めたものですね。で、先ほどからそのゲノムのアノテーションどうのこうのすごい大変だなというふうにほぼ人ごとのように聞いてたんですが、放線菌っていうのは実はゲノムの自身顔料がだいたい 72-3% の自身顔料を持ってます。で、かといって別にアミノ酸配列を見てみると GC に偏ったアミノ酸配列ではないんですけれども、なぜ GC が高いかというと、コドンの3番目の塩基が、ほとんど GC なんです。で、ちょっとその話は今日全くしないんですけれども、3番目の塩基に関してはもう 95% ぐらい GC なんですね。だから、最終的にゲノム全体がそういう70数パーセントというような GC 顔料になってきて、かつその3番目が、95% ぐらい GC 顔料中 95% ぐらいになるようにフレームを決めていけば自動的にフレーム決まるというような比較的便利な微生物です。まあそうやって比較的今日あった話とはちょっと違う、比較的簡単に終わる日が決まってしまうというような微生物、まあ、こういったものをやってます。だから私自身は、こういった微生物の分離培養とか生成とかをやってる人間なので、バイオインフォマティクスの人間ではありません。完全なもう実験屋さんです。そこを、だから
今日の化合物データベースに関しては、ユーザーの立場からこういった、使い方できますよ、こういう情報が取れますよというお話をしたいと思います。よろしいですか。はい、それでは、今日の、内容なんですが、有用物質探索の、未来に向けてどういったことが考えられるのかというような全体的なお話をします。でその中で、後半のところで我々、抗生物質研究室では化合物バンクというのを、構想段階から含めるともう10年前になるんですが、2004年ぐらいから僕自身を中心に始まりました。でその話も、します、させていただきます。でその後、活用法の一例としてこういった3つのデータベース、アドレスを今配った紙に書いてますけれども、こういったデータベースを、使ってどういったものができるかという実例を示しながら実際に使ってみようというふうに進めようと思ってたんですが、ここの、実例を示すところからみんなに、一緒にやってもらおうというふうに進めたいと思います。よろしいですか。それでは、最初のところなんですが、もうお話なので気軽に聞いてください。で知ってる人は知っている、知らない人は全く知らない、アレクサンダー・フレミング、ペニシリンという物質はみんなもう知らない人はいないと思いますけれども、それを発見したフレミングっていうのは決して左手のフレミングじゃないということは意識しておいてくださいね。で、1929年に、ペニシリンを、ペニシリンという物質がある、最初はちょっとタンパク質だと思ったので、ペニシリウムが作るタンパク質、例えばグローブリンとかアルブミンとか、あのインで終わりますよね。だからペニシリウムが作るタンパク質ということで、ペニシリンという名前がついたんですけれども、こういった物質が、見つかりました。でその論文の中ではこういったふうに、黄色ブドウ球菌が周りに生えているところにポンと青カビが、コンタミで入ってきて、その周りの黄色ブドウ球菌が溶けているということから、この物質は何ぞいなということで、その言及をした論文だったんですね。で、そのしばらくその論文自身は、なんていうのかな、無視されるというか、あまり注目されない。で、よく似た現象っていうのは実はフレミングが報告するまでもなく、ちょくちょく知られたことなので、そんなに珍しいとはみんな思わなかったということです。で、およそ10年ぐらい経ってから、このペニシリンもしかして役に立つかもしれないというふうに目をつけた人が、チェインとかフローリーなんですけれども、この頃どういう時期かというと、ヨーロッパを中心に始まったもう戦争で、ぐちゃぐちゃになった時ですね。特にこの1941年は日本が、太平洋戦争を始めた年でもあって、その後、東南アジアにどんどん進出するわけですけれども、実はこれなぜこれ注目されたかというと、戦争中でその銃弾に当たって直接死ぬっていうことは実はすごい少ないんです。銃弾に当たってその傷から、感染症が広がって、もう見るも無残な姿で死んでいくのが実はほとんどだった。でやっぱ現場の軍医とかはですね、それを何とかしたいというふうにずっと思ってたわけです。でその論文からもしかしてペニシリン使えるかもしれないということに注目して、もういきなり人体実験をやって毒性を確認して、それで重篤な感染症患者に、注射して、 でも量が限られてたので、結局悪化して死んでしまうんですが、2人目の少年に関しては完治するという報告が残っています。でこのペニシリン使えるということで、今はもう名だたる会社なんですけれども、こういった、会社が、もうこぞって生産して戦場で使われて、たくさんの命を救ったという経緯がありました。でペニシリンの話があまりにも有名なんですけれども、同時に、1939年にこのグラメシジンという物質も取られてます。でさっきのペニシリンというのはペニシリウムという、青カビが作るものなんですけれども、グラメシジンはバシラスというバクテリアが作るものです。これも実はバクテリアの、生育にすごいよく効いてですね、ロックフェラー財団のホームページの
一文にはこれが最も最初に使われた抗生物質だみたいなことが書かれ、まあ、あのペニシリンとこれがどっちが最初かってよく分かんないんですけれども、で同じような感じでこれカビが作るんですけれども、グリセオフルビンみたいなこういった抗カビ剤も同時にもう1939年の話ですに出てきました。で、抗生物質が、まあ、アメリカの、まあ、微生物学者ですね、ワックスマンによって、放線菌がたくさん作るぞということが、分かってですね、放線菌を中心に探索が始まりました、ね、100種類以上の新規物質を取ったと言われています。でこのワックスマンが、抗生物質、英語で言うとアンタイバイオティクスですけども、この、とはどういうものか、まあ、この言葉を作ってその定義もこういうふうに決めた、まあ、微生物が作って微生物に効く物質ということですね。で今放線菌という話をしましたけども、これ非常に簡単にちょっとぼやけて申し上げますが、微生物全体の分類を示したものです。もう分類もごくごく一部なんですけれども、微生物非常に広範囲に、分類広がってますけども、実際に代謝産物として注目されるのはごく一部です。で原核微生物の中だと特にこのハイ GC コンテントの中の放線菌目のこの、放線菌で、カビの方だと麹カビとかペニシリン性酸菌、アスペルギルスとかペニシリウムに属するこういった、菌群ですね、こういったものに非常に限られます。で、ちょっと一例ですけれども、実際に微生物が作る、抗生物質としてこういったものペニシリンストレプトマイシンテトラサイクリンというのが実用化されてますし、微生物に効くという概念から外れて微生物が作るこういった有用な物質も含めて抗生物質というふうに言われるように今ではなりました。こういうのは日本人得意技でして、ね、こういったプラバスタチン、ブレオマイシ、FK506、タクロリムスというふうにも言いますけれども、こういったものが微生物から、取られて実際に、有用になってます。でこれはカビですけども放線菌、放線菌です。でで微生物はそういった天然物の宝庫かと実際に言うと実は最近そうでもなくなってきます、なくなってきてます。でワックスマンが1943年にストレートマイシンを、出してからですね、まあ、放線菌中心に、探索が行われてきました。でまあ、そういう経緯があって放線菌の割合がすごい多いんですけれども、これ新規物質その年ごとに、報告されている新規物質の数を示してますけれども、ここに来て全体としての数も落ちてるし、この放線菌の青い部分ですね、これが、この落ち方よりも急激に落ちてます。で放線菌は特に報告数が、減少の一途であるというのが最近の、現状です。だから放線菌由来の代謝産物の多様性はもう限界だということになってくるんですが、果たして皆さん我々が知ってる微生物っていうのは世間は環境に存在するわずか 1% ぐらいしか我々は知らないというふうに僕一般的に言います。で実際に環境中の、DNA を直接取ってきて、例えば 16S のライボソーマル DNA の配列を決めてやると過去に培養されたものと比べたときにどれだけ知らない微生物が存在するかというのが分かってきます。でそれを、まあ、いいとこ取りしてまとめた論文がこれ出てるんですけれども、その結果このように白抜きの部分がたくさん多く見られます。で特にこういうOP なんとかって書かれた部分はもう分離されたことがないので名前すらついてない、こういうものが環境中にたくさん存在するということが、まあ、別の研究で分かってます。ところがですね、ほんならその放線菌に関しても 99% 知らなければ、もっとその 99% にアクセスすればもっといろんな物質が取れるんじゃないかというふうに結構短絡的に思っている人もちょくちょく実は出会うんですけれども、これを分類群的にガーッと分けるとですね、このアクチノバクテリアというところ
が、まあ、保険金が入る部分なんですけれども、実は保険金に限って言うと環境中にいる 80% ぐらいもう我々知ってしまってるんですで、かといって、ほとんど知られてないもの、この赤いのが知られてないものですね。で、青いものがすでに分類され、分離されて、同定されているような微生物です。で、分類群によっては先ほど言いましたように、名前すらついてない分類群も環境中にはまだ存在するということは分かるんですけれども、放線菌に限って言うと実は 80% ぐらいも基地の種であるということが分かります。ですからこの、まあ、世界中の人が分離を行っている状況でですね、このわずか残る 20% を探し求めて、新規物質を探すというのはちょっとこれは、現実的じゃないということになってきます。まあそんなら、放線菌の対策の限界かということにやっぱりなってくるんですけど、まあそれそうじゃないということだと言いますが、一方、医薬になっている、この構造の多様性ですね、これを分子量とか元素の種類とか水産機とかの、まあ、看護機の数ですね、あと不正中心の数とかをパラメーターとして、主成分分析を行った結果の論文が、まあ、これいろんな人がいろんなところで引用してますけれども、実際に薬になっている部分と天然物のこの多様性っていうのは非常によく似てます。で、一方コンビナトリアルケミストリーで作ったような化合物というのは多様性という意味では非常に限られています。ですから、天然物の重要性っていうのは未だにそれは衰えてないということです。で、実際に、この30年間にアメリカの FDA で認可された、低分子化合物のその由来を示したものなんですけれども、この黄色の大きい部分が、まあ純粋な化学合成で作ったものです。ところが、残る部分ですね、ナチュラルプロダクトミミックであるとか、トータルシンセシスなんだけどもファーマコアは要するに骨格の部分ですね、骨格の部分はナチュラルプロダクト由来であるとか、もうナチュラルプロダクトそのままだから、ナチュラルプロダクトから、まあ、由来したものみたいな感じで、実は半数以上60数%やっぱり天然物が大いに寄与しているということが分かります。ほんなら実際に我々としてはどうすればいいのかということになってくるわけですね。で、もう10年ぐらい前の話になってしまいましたけども、アメリカの NIH が、ロードマップというのを発表しました。で、結構これに、世界中が、まあ、振り回されたというか追随したという部分もありますが、5つの柱があって、システムバイオロジー、まあ分子イメージングとケミカ、化合物ライブラリーで構造生物がバイオインフォーマティクスなどの目にし、まあ、こういった5つの柱があって、で、特にここの部分ですね、分子イメージングと化合物ライブラリーで、これ分子イメージングって具体的に何かというと、その細胞内に、まあ、あらゆるタンパク質があるわけですね。そのタンパク質を低分子で、何かマークしてあれば、その動きがつぶさに分かるというイメージングです。だから それぞれのタンパク質に特異的にくっつく、化合物を見つけ出さなきゃいけない。だからこれとこれって密接にリンクしてます。化合物ライブラリー、巨大な化合物ライブラリーを持った上で、あらゆるタンパク質に、特異的にバインドするような、物質を見つけて、最終的に、その生命の、まあ、未知なる部分を解き明かすということができる。それで最終的には、ディスカバリーとかってますけども、アメリカの考えることはドラッグディスカバリーです。これすごい金儲けになるので、でということで、まあこういう方針が立てられて、アメリカにもすごいでかい、化合物ライブラリーの構築がこの時から始まっています。で、イメージ的には、例えば一つの細胞があって核があって、外から、刺激が入ります。で、その仕組みは分かんないんだけども、なんか、刺激が流れてレスポンス1で、ものによっては核内に入ってある種のタンパク質の発現を誘導して、何かしらシグナルが流れて細胞としてのレスポンス
2が流れる、まあ、こういったちょっと模式的ですけども、こういったものを考えたときに、もう原理的には全ての段階で、低分子離岸、つまり阻害剤を取得可能であるという考えに基づいて、そういった化合物ライブラリーから、低分子を探して、これらの制御を低分子でしてしまおうということです。ただこういったタンパク質、まあタンパク質は全て遺伝子の、翻訳でできているわけですけれども、遺伝子を潰したりなんかして機能解析するという話もありますけれども、それは潰したままで、そうなんていうのかな、一時的に復活させるということはできないわけですね。で、SIRNA とかっていう技術もありますけれども、それも、それを外から加えた時に反応が出るまでそれなりに時間がかかる。ただ低分子でこのタンパク質の機能をポンと阻害してやると、もう5分後にはその効果が出るというメリットがあります。低分子化合物で、こういった、研究をする、ケミカルバイオロジーとか、ケミカルゲノミクスとかっていうようです。で、実はこの概念、実は全然新しくないです。すいません、いきなり最初から出ちゃった。これも100年ぐらい前の話になりますけれども、ドイツの科学者、ポール・エール・リヒという人がもうすでにこの人化合物ライブラリーを持ってました。で、主としては、色素のライブラリーだったんですけれども、そこから、例えばアフリカの睡眠病にはこういったアトキシリンが有効であるということを発見したり、これヒ素が含んであるので、ヒ素を含んであるので今で使われることは絶対ないんですけれども、志賀清が、ボルエルギヒのところに、留学中に同じようにアフリカ睡眠病にトリパンソーマに有効、治療に有効である、こういう、トリパンレッドを見つけたりしました。で、実はポール・エルリヒはの偉いところはですね、確か1904年にノーベル賞を取ってたと思うんですが、でつまりその人には無害で病原体の生育を特異的に抑制できるという、そういう考えで化合物ライブラリーからそういったものを探索してます、ね、実はもう100年前から同じようなこと起こってるんですね。でこの人は、化合物で病気を制するという意味で化学療法、ケモセラピーという言葉を作りました。でもうそこそこ研究をやってる人にはもういちいち言う必要がないかも分かんないですけども、何かの言葉を探すときに、今だったらネットでチャーッとやって簡単に出てきます。でこういう話をするときにみんなに勧めるのが、複数の辞書を調べてくださいということをいつも勧めてます。なぜかというと、例えばこういう専門的な辞書を見るとめちゃめちゃ長く書かれてます。でかといってなんか、ネットでチラッと見たらなんか短くペロペロと書いてある。だからこういった複数の辞書を見たときに、共通の部分がその言葉の重要な部分ですよね。だからそういったもので複数の辞書を必ず、調べるようにしてほしいというふうに思います。で、共通の部分、宿主を障害することなく侵入してきた微生物に対して障害を与えるための、与えるために化合物を使用すること、これが化学療法の意味であるということです。で、これもちょっとぜひ紹介させてください。畑佐八郎、同じように、さっきの、志賀清と同じように、北里柴三郎の弟子の一人なんですけれども、ポール・エルリヒのところに留学中に、微生物トリポネーマ、梅毒はこれはもう人間の昔から、実は深刻な病感染症だったんですね。これをなんとかしたいと、さまざまな方法が取られるわけなんですけれども、化合物をスクリーニングした結果、こういったサルバル酸、今ではこのヒ素原子を使っているので使われることは全くないですけれども、それが有効であるということが、こういった化合物ライブラリーから見つかったということです。で、やってること、規模はさすがに違いますけども、やってることは100年前と変わらないんですが、さっきの NIH の、
ロードマップに基づいて、NIH ケミカルジェノミクスセンターというのが設立されました。でここでは、この NCGC コンパウンドリポジトリというこれが化合物バンクに相当します。それと、あらゆる研究者から集められた圧生系ですね。それが、こういった大量に処理するために、まあ、カスタマイズされるわけなんですけれども、それによって圧生される。で、そのデータが、まあ、出てくるわけですけれども、まあ、有効な物質に関してはさらに誘導体化とかいうことが行われるんですが、そのデータに関してがこのパブケムというところに蓄積されます。後で紹介します。でこのようにロードマップに基づいて、アメリカはそういった化合物ライブラリとそのスクリーニングシステムですね、それは、まあお金があるのでそれなりに、先行するわけです。で化合物ライブラリーで、まあ、先行しました。で、天然物だけだ と、数に限りがあるので、天然物に、由来したような、まあ、コンビナトリアル合成ですね、そういったもので、ライブラリー自身を、飛躍的に増やしました。まあ、こういうのは非常にアメリカ得意なんですけれども、残念ながら応用微生物学あまり強くないです、全体的に。ところが日本の方は、地道な作業って非常に、得意で、こういったものは大好きですね。で天然物は多様性が非常に広いというのはもうすでに周知の事実です。でそこからまあ合成展開して、これ組み合わせれば創薬への近道じゃないかということです。でその当時、もう10年ぐらい前なんですけども、日本には、企業の中には、それぞれの化合物ライブラリーは存在してました。例えば、アステラス製薬とかには200万とか300万の化合物ライブラリーがもうすでにあるというふうに言ってますけれども、その現場の人の話によるとこの中には薬はないというふうに言ってる人もいます。だからまあそういう意味で、そのライブラリーどこから来たのかっていうと、やっぱりコンビナトリアルケミストリーですね。だから、多様性という意味で、微生物の、作る天然物に、基づいた、ライブラリーで、かつ誰もが利用できるライブラリーというのはその時存在しませんでした。でそういった天然物の持つ多様性を持ちつつ化合物ライブラリーを構築しようじゃないかということで、我々理研で、化合物ライブラリーの構築を開始した次第です。要するに、まあ、いろんなタンパク質を標的にして、まあ、それぞれスクリーニングで見つければありとあらゆる疾病の治療薬開発や未知タンパク質の機能解明につながって、まあ、包括的な生命としての包括的機能解明につながるということです。で2004年に、その構想が始まって、長田抗生物質研究室は、まあ、今では50年を超えましたけども、実はその微生物の探索、微生物から有用物質を探索するということで、その今まで取れたものの蓄積というのがそれなりにありました。だからそれを元にして、まあ、あるところからもらったりとか、あるところから買ったりとかっていうことで、今では3万ぐらいの化合物のライブラリーができてますけれども、まあ、2004年の構想段階から、まあ、僕が中心になってこの辺を進めてきました。で、まあ、こんな風に、ちょっとこのバンクに関しての説明は詳しくは今回しませんけれども、こういった感じで我々は構築して、してます。で皆さん DNA と違って化合物っていうのは一度使うとなくなります。 DNA に簡単に PCR で増やすことはできません。でかつ天然物っていうのは大量に取ることができません。だから最終的に使用量を最小限にするという工夫が、必要不可欠になってきます。そこで、我々はこの化合物アレイという技術を開発しました。でちょっと化合物アレイに行く前に同時に、化合物をたくさん使うので我々独自で、化合物バンクのデータベース NPEDIA、ナチュラルプロダクトエンサイクロペディアという意味で、
エヌペリアと名付けましたけれども、こういった化合物データベースを作ってます。で、朝も、ちょっと紹介した、データベース一覧にもこれ入れていただいてますし、この化合物データベースの中には、奈良先端大のその金谷先生が作ったナップサックみたいな、そういったデータも取り込んでます。で、まあこれの使い方に関しても、今回、話すことは実はないんですが、こういったものもやってます。ちょっとまだもう一から作ってますので、ちょっとまだ使いにくい部分も若干はあるんですけれども、まあ、こういったものも、外部に公開してます。で、この化合物バンクを中心に、世界 と、まあ、共同研究なり一緒にやってることっていうのはいろいろあって、日本、まあ、東大京大京大も今は、ペプチドを中心とした化合物ライバリーに持ってますし、東大薬学部にも、結構な数の 10万近かったと思うんですが、化合物ライバリーに持ってます。まあそれだけじゃなくて、我々の化合物ライブラリーを使うというユーザーの立場で言うと、まあ、日本全国あらゆるユーザーに、使っていただいてます。で、ちなみに、韓国とも共同研究があって、この、金曜日から私はまた韓国に行きます。1ヶ月韓国に、滞在することになってますが、ごめんなさい、化合物アレイの話に戻ります。で、その使用量を最小限にするという話で、そのウェットな条件であるタンパク質に化合物をベッドかけちゃうとたくさんいるわけですね。ですから、ある基板の上に化合物を固定化してしまって、そのいろんな化合物がくっついてる状態で、そこにあるタンパク質をバッと流して、タンパク質がどっかくっつくという物質がもし見つかれば、その物質を使って、今度はウェットな実験に持っていけばいいと。で、そのくっつくという現象だけだと、そのタンパク質の機能を阻害するかどうか分からないので、まあ、それはウェットでその後確認すればいいんですが、まず最初のそういった、化合物がいっぱい並んでいる基板作りの部分ですね。で、まあ、同じようなことをやっぱり考える人はいて、基板にどうやって、基板をどうやって作ればいいかという手法が、まあ、それなりに考えられてます。で、こういうふうに丸いミドを使ったようなこういった化合物を、固定化するとか、こういったシリカの表面にペットをつけるとか、まあ、こういった方法があるんですが、いずれの場合も実は化合物側にある特定の官能器が必要になってきます。で、官能器がなければそれを導入するといったような作業が必要になって、非常に、実用的では実際ないんですね。しかも官能器があったとしても、ここが活性に重要だったら、これをここを足がかりにくっつけると、この化合物何の意味もないわけです。だから、我々の研究室、僕自身は化学屋さんじゃないので、合成屋さんじゃないので、この、作成には関わってないんですが、この先っぽに、ジアジリンという、こういうちょっと変わった構造ですね。こういったものをつけた、こういったものをつけてですね、でその上に化合物をバーッと流しておきます。で、UV を当てると、ここの NN が吹っ飛びます。窒素分子として吹っ飛びます。で、吹っ飛んだその先って、この C だけで非常に、反応性が高い状態が残ります。で、その時に近くにある分子が、火と吹的にベタベタベタとくっつきます。このくっつく方向っていうのがもう全く、まあ、厳密には全くじゃないんですけど、ちょっと癖があるんですが、ほぼ、ランダムにくっつきます。で、このランダムにくっつくから、例えばここが、活性に重要だった官能器がくっついちゃったとしても、他の分子でちゃんと活性に重要な官能器が上に出てるという状況が作れるわけで、構造活性相関をあらかじめ研究する必要もないし、官能器をつけたいがための、誘導体化もする必要がない。もう化合物そのまま使えるというメリットがあります。で、こんなランダムに、まあ、つけて実際に大丈夫かなっていう話なんですが、後で説明します。で、
実際にスライドガラスに、今では、6000ぐらいのスポットを打って、デュプリケートで、実験しますので、まあ、片っぽに6000、3000ちょっとですねを、スポットします。それでこういうふうにランダムにくっつけて上から、タンパク質を流すということをやります。でちょっとだけ動画これが、我々で使っている、化合物アレイを作る作成器アレイヤーと言ってますけども、384のプレートから溶液をピッと吸って、スライドガラスにパッパッパッと、スタンプしていくそういう機械です。で今ではスライドガラスに、スライドガラス200枚に一度に、打てるようになりました。まあ、こういったもので、化合物アレイというのを作成して、スクリーニングに使ってます。で、まあ、天然物を中心にして基本的には天然物、に基本を置いて、そこから合成展開して多様性を含めたりとかっていうふうにして我々は化合物を、集めてですね、それでさっきの、まあ、使う量としては超微量の、こういった化合物アレイを使ってスクリーニングを行っています。で実際にそんなことで、ちゃんと検出できるのかという話なんですが、例えばここでは、FKBP12 を、バーッと流した時にはちゃんとスポットとしてその結合化合物が知られてますけれども、 FK506 とかラップマイシンがこのように特異的に光ることが、分かりますし、スライドガラスだけじゃなくて、アガロスみたいな、ビーズにですね同じように、化合物を非特異的に結合させてやって、それで細胞の抽出液をそのままバーッとかけると、でくっついたタンパク質を電気エードで流すとやっぱりそこの、特異的な、タンパク質がそれなりに引っかかってくるということで、ランダムにくっついてるんですけれどもそれなりに機能するということがこれで分かります。で、我々自身が、化合物ライブラリを使って、もう出した成果としては、例えば、タンパク質タンパク質もう酵素じゃなくてタンパク質タンパク質間のインタラクションを阻害するような物質、ちょっと細かい話は、省きますけれども、スクリーニングをガーッと行って、くっつかなければ、検出する傾向が下がるということで、こういった下の方の傾向がほとんど出てないような、出なくさせるような化合物を探したところ、我々のバンクから、こういったものが、見つかってくると、まあ、よく似た構造なので、まあ、何かしら特異的にくっついてるんでしょうね。はい、ということで、ちょっと紹介でしたけども、このようにして、まあ、まあ、化合、その細胞の機能解明ということと化合物ライブラリというのはもう、切っては切れないような関係になっているわけです。で、ちょっと実際の話に移りますけれども、まあ、まあ、何か化合物、そうですね、まあ、ライブラリを持ってないとあれなんですが、まあまあ、ちょっとごめんなさい、話進めましょう。で、我々がその天然物を扱う上で、非常によく使うデータベースをここに示しました。で、やっぱり最終的にはお金結構かかりますけれども、サイファインダーが非常に、お便りになるかなという気はします。ただ、これは結構なお金を払って、やるので、ここでは何も紹介しません。もし使い方知りたければここに聞いてくださいというような感じなんですが、ただ、僕自身も1ヶ月半ほど前に単離した物質、微生物から単離した物質が、データベースでは出てこなくて、やった天然物で新規だと思ったんですが、まあ、ここで調べてみると、ここは、文献的には特許とかも全部網羅してますから、特許ですでに報告されてたというような話も出てきます。まあ、最終的にはここで確認するのも必要なんですけども、まあ、日常的にはこういったところを我々使ってます。で、ディクショナリーオブナチュラルプロダクト、これ
実は無料じゃなくて有料なので、残念ながら、その核心の部分って実は琉球台からアクセスできません。なので、ちょっと残念な部分もあるんですが、これちょっと、非常に役に立つデータベースなので、紹介します。で、まあトキシコロジーを主にしたデータベースですけれども、 KEMID プラスアドバンスというのと、あと最終的にはパブケムというところを紹介したいと思います。まあサイファインダーはもう皆さんもう知ってる人は知っていて、まあこんな感じの、最近あのアプリケーションをダウンロードしてそこで起動させるんじゃなくてウェブベースになって非常に使いやすくなったんですが。ここから具体的に、皆さんに手を動かしながらそのデータベースの、まあいろいろを知ってほしいと思うんですけれども、配った紙の、1番2番3番って番号してた、3番がその同時に、タブや別のウィンドウでもいいんですけども空いてるような状態にしていただけます。はい、もうできたかな、そこそこ時間もかけられないので、で例えば、いやこの中で天然物探索をやってる人ってどの程度いるのかちょっと分かりませんが、何か活性を生産する、微生物が見つかりました。まあ、それは放線菌ストレートマイ接続の、でした。でそれは、これサカラマイセスセレビシエに対して、抗菌活性を有する。でその抽出液を TLC に塗って揚げて、まあ揚げた感じこんな感じですね。それで揚げたものをセレビシエが入っている寒天バージにペタッと30分間浸して、まあ、それを取って一晩培養するとその活性物質の江戸のところにこういった組織ができると。だからその活性物質自身は、まあ、この辺から来るんだろうなということで、こういったところから、書き取ってそれを、LC マスで分析します。そうすると、まあ、ほぼ純品で、その時の UV スペクトラは、まあ、こんな感じになる。まあ、これ天然物やってる人だともう何言ってもすぐに分かっちゃうんですが、その時のマスの値、これマスの読み方に関してはちょっとここでは言いませんが、おそらくこれが、分子そのものがプロトン化したイオンであるということが、まあ、周りの状況から判断つきます。で、この状態655だから、この活性物質の本体の分子量はおそらく654であるということが、予想できます。でこの UV スペクトラムが、この337、この真ん中の3本の山の真ん中が337ですね。だから、この物質は何ぞいなということを今から検索します。で開けてもらったウィンドウのディクショナリーオブナチュラルプロダクツのところの、下のこの部分にどういう項目があるのかっていうのはもしかして人によって、で、今の、ごめんなさい、状況からするとごめんなさい、もうちょっと元い、この活性物質のデータとしては、UV のマックスが337、まあ、マックスの一つですね、337ということと、分子量が655じゃないですけど、654です。だから、ここの画面と下の項目が多分みんなと違うと思うんですが、一つは、モレキュラーウェイトっていうところをがあります。これと同じということは、ここにアドプロパティというボタンがあります。そこをピッと押す と、こんな別のウィンドウが出てきます。そこで、モレキュラーウェイトとあともう一個 UV マキシマというのが下の方にあります。その2つの項目を少なくても追加してください。
モレキュラーウェイトというのと UV マキシマっていうのを2つ追加してもらって、でここのすぐ横のレンジというところを選んでもらって、以上とか以下とかイコールじゃなくてレンジというところを選んでもらって、それで今分子量654と言いますけども、正確な分子量は 654. 点何がしです。だから、その何がしの部分をきっちり計算して出すっていうことはほぼ不可能、今の段階では不可能なので654から655という範囲にします。で、さっきの UV の、337というふうに言いましたけれども、測定の条件によって若干ブレます。だから、ここもちょっと狭い範囲ですけども336から338、338というふうに UV マキシマも入れてみてください。入りました。モレキュラーウェイトが654から655で、 UV マキシマが336から338と、ちょっと337を挟むようにして、入力して、で入力できた人は下に、ここにサーチというボタンがありますね。サーチというボタンを、押してもらうとサーチリザルツって出てきます。出てこない。同時に、いや、そんなにやばいサーバーじゃないと思うんですけど。ああ、出ましたね。出てる人は出てる。出たかな。で、ここで元になってるのはここに上の方に、数字が出てると思いますけれども、天然化合物25万ぐらいの中から、25万って天然物すごい数です。中から選ばれて5つがヒットしたということになります。で、この5つからいざ自分が取った化合物はどれかということを探すために、この化合物をクリックしていくと、いや、みんなクリックしても実はウィンドウ出ないんです。こういったウィンドウが出てくるんですが、実は出ないんですごめんなさい、これは本当に、申し訳ないんですけども、利権はそれなりにこう図書館でお金を払ってこういうのにもアクセスできるようになってます。もし必要ならどうぞって感じなんですけども、別にこの宣伝をするつもりはないです。ただ、やっぱり重要なのは、やっぱり25万の化合物から5つがヒットしてきた、この5つぐらいなら人海戦術で自分の取った化合物がどれかっていうのは検索できる範囲ですよね。で、後で紹介しますけども、この辺のテキストをピッと、ペーストして、コピーして、後で紹介する株ゲームとかに貼り付けて検索したらその構造とか出てきます。で、この中身をちょっとこの、ディクショナリー・オブ・ナチュラル・プロダクトで、見ていくと、こんな構造とかこんな構造でこんな構造で出てきます。で、最初に示したように、こういったものは植物、何だったっけ、植物だっけな。あと、何しか見ていくとこういった感じですね。このフィリピンというのが、そのさっき UV のスペクトラムが出てましたけれども、そこの他の部分も、それぞれいい位置を示します。で、かつこれが、放線菌の代謝産物ということ で、かつ、これの作用が抗真菌アンタイファンガルというふうに、ちょっとごめんなさい文字小さいですけども、示すということがもうすでに知られてますから、取ったものっていうのは、フィリピンであろうと、フィリピンという名前の
代謝産物だろうということがこれでほぼ確定ということになります。あと、細かいことを言うなら、この辺の、これが分子のイオンだというふうに言いましたけれども、この辺に出てくるイオン、これ全部18飛びなんですね。だから18飛びっていうのは、まあ、イオン化するときにこの辺が水としてポンポン抜けていくと。だから18のイオンが見えてくるということから、その化合物が、水酸基を多く持っているということが推測できます。で、もうそれ以上開かないので、この辺はまあ、これもし開くことができたら微生物の情報とか、あと、まあ、ここをクリックすれば化合物の構造が出るとか、あと下のこれ後でもちょっと紹介しますけども、インチという化合物を記号でダーッと書く手法があって、これを、化合物を書くソフトでケムドローって知ってる人多いと思いますけども、こういったところでも、ペーストスペシャルのインチというところを選んでペーストすると、その書かれる構造はちょっと好み、できないんですけれども、こういうふうに、構造がペット書けるというようなともできます。はい、もう一つ、実際にやってもらいましょう。で、分子量としてはおそらく、373と思われるもので、糸状菌フザリウムの代謝産物で、こんな風に NMR 取れるんですけれども、ちょっとそのつながりが、よく分かんないと。でも、予想される分子、部分構造こんな感じで、ここから分かります。で、この構造と分子量からこの物質は何であるかというのを、検索してもらいましょう。そのために、これは違うや、ケムドローを書いてペーストみたいな。ごめんなさい。ここの、まあ、最初のウィンドウに、ちょっと戻ってもらって、戻るボタンっていうのが、あ、戻った、みんな戻った。で、ここのブロークエリーというところをクリックしてもらうと、構造を描くための、別ウィンドウが開きます。ここで、こういった構造をちょっと書いてもらいましょう。後ろの方は構造見えてますか？大丈夫ですか？で、六角形ってよく出てくるので、下の方にツールがあります。六角形をピッと選択してもらって、ピッと置くと六角形ピッと描けます。で、その六角形の横にもう一個六角形を置きたいときは、その六角形を選択したままこの辺に何かカーソル持ってくると、この結合そのものが選択できる瞬間があります。そこでピッとクリックしてやると、すぐ横に六角形を置くことができます。で、この二重結合に関しては、まあ、描き方は何通りかあるんですが、このシングルの結合を選択した状態でここに上書きするように結合を置いてやると二重結合になります。できてるかな？問題あったらちょっと静止してくださいね。ちょっと人によってやっぱり速度が違うので。で、下の緑の矢印をピッとクリックしてやると、元のウィンドウに戻ります。で、検索するにあたってもう一個項目を加えてください。R プロパティから、モレキュラーフォームやバイエレメント、最初から入ってればいいんですが、モレキュラーフォームやバイエレメント、あ、入ってやるね。で、そこで、
C を選んで、その NAR の状態からその炭素が、まあ、少なくとも15個以上見えるというので、まあ、15以上は固いというのでこういうのも入れておきます。はい、これだけの情報で、検索をしてみましょうか。下のサーチをピッとやってみると、2つ出てくる。これ UV がちょっと消してもらって、値消してもらって、でモレキュラーウェイトは、ごめんなさい、ちゃんと見せてなかったね。373と予測されます。373点いくらっていうのはちょっと入力できないので、373と374の間。で検索してやると、まあ、これもう結果が分かったようなことを今ここでやってるので、非常に、こんだけしか出てこないっていう感じになるんですが、まあ、これぐらいの情報、これぐらいの情報って言い方はちょっと変ですけれども、まあ、こういった情報を入れればかなり天然物から、そのヒットが絞り込めると。で、いいですかね。で、同じようにちょっとここではできないんですが、同じようにここの化合物名をクリックしてやると、こういったものとかこういったものが候補に上がってきます。でもよく見たらほぼ一緒です。でちょっとこの辺の、OH のつながり、この辺が違うだけですね。まあこういったものが実際に取れてくるんですが、一番最初に言ったようにこれはフザリウムというカビの代謝産物ということから見れば多分取れたのはこっちだろうということがだから、最終的にフザリウムだらこっちだって決めつけるんじゃなくて、もうすでに NMR が、NMR というデータを取得してます。でここの構造からつながらなかった原因でこことプロトンがつながってなかったから、隣同士にプロトンがつながってなかったのでその関連っていうのは相関っていうのがなかなか見えてこなかったっていうのが原因なんですけども、こういったところを NMR を見ながら構造も見ながらどっちが正しいかっていうのを、実際に、確認すればその同定っていうのは、まあ、ほぼ終了だということが言えます。まあ、天然物から、まあ、何か、多種産物から何か物を取ったときにどうやって決めていくかという話で、まあ、もちろんこの具体的な構造が見れなくてもこの2つに絞られたらあとはもう、調べればなんとかなる話ですよね。はい、もう次の話に移ります。ちょっと時間がかなりやばくなってきた。研磨 ID プラス、これはトキシコロジーに、基づいたデータベースで、主にですねその動物の試験にどれだけの量、要するに、毒性がどんだけあるかというのをもう片っ端から集めたデータベースです。で今さっき、示したこういった構造を、ここ、何かしらここにビューとかなんか文字が見えるような状態に皆さんなってます。そのビューとかヘルプとかって文字が枠内に出た状態で中をクリックしてもらうと別ウィンドウが立ち上がると。
こんな状態の、ウィンドウが立ち上がる、あのもちろん構造はもちろん最初からいきませんが、なら、この立ち上がったウィンドウにこの構造を自分で書いてみましょう。はい、よろしいですかね。で、これの、構造を描いていると知らない間にこんな風に、元のウィンドウに化合物の構造入ってます。入ってますよね。はい、もういいかな。もうちょい欲しい人、時間欲しい人、あ、なくなった。はい、みんな次行きましょう。で、元のウィンドウに戻ると、決して消さなくても、勝手に入ってます。で、ここのサーチボタンを押してもらうとこんな感じで、多分2つだと思いますけど、リザルト出てきます。2つじゃない人、2つじゃない人もいるね。あ、まだごめんなさい、まだ欠けてない人もいる。もう一回ちゃんと確認して。ここはなくてもいいです。この H の結合はここから出てるので、このオレフィンから出てるので、はっきり言ってなくてもいいです。ごめんなさい、次進みます。なんでこんな風に入力して、2つ出てきて、さっきと同じようなものが出てきますね。で、このエクセシンに関してここをクリックするとこんな風に、構造が出てきて、情報がいっぱい出てきます。で、最初に言ったように、ここはトキシコロジーを要するに、毒性をメインにしたページで、エクセシンに関してはこれ1項目しか出てないんですけど、これはあの旅毒のうちの1つです。で、マウスに対して LG50 が、ちなみにエキセチンってキーワードで入れてみんな検索できます？今、構造はもうあのエラー出た人だけでいいんですけど、構造も消してもらって、これを下の方に、あ、そうだそうだ、この化合物をピッと出て、あの画面が変わった後に、フルレコードっていうのがこの辺になんか選択肢があったと思うんですけど、そこを選ぶと一気に、一つのページに全てのデータが出てくるんですが、それの一番下の方に、こういった、マウスの LD50 が、ここだった 63mg/kg いう感じで、データが載ってると。それで、かつこの文献
AAC アンチマイクロバイアルエージェント&ケモセラピーという雑誌なんですが、報告されてて、パブメドへのリンクもついてます。いいですかね。ごめんなさい、ちょっと時間がないので、次に進みたいと思います。ごめんなさいね。でもう一番大変なのは実はこれなんです。めちゃめちゃ巨大な、先ほどその10年前に、補足した時って、結構まあ単純なデータベースでした。でも今その10年の時を経てかなり複雑なデータベースになってます。でこの、パブケムを、もちろん全部説明することはできませんし、僕自身も、全てを普段使ってるわけじゃないです。ただまあ、全体的な、感じをここで知っていただきたいなということです。で、画面としては、両方の画面ができでうるんですが、みんなに渡したアドレスは多分こっちのウィンドウを開いてると思います。で、例えばここでペニシリン G と打ってみましょう。で、上にパブケムというこのロゴですね、ロゴのすぐ下に、3つタブがあると思うんですけれども、この真ん中のタブが選択していることを確認してください。なペニシリン G、まあ、予測変換で下にいろいろ出てきますけど、ペニシリン G とだけ、スペル合ってますね。打ってもらって検索すると、さまざまなものが出てきます。で例えば一番上の、ペニシリン G を、クリックすると、もう多くは示しませんが、まあ、ペニシリン G に関する、記述がドーッと出てきます。で、例えば、ペニシリン G こんな風に出てくるわけなんですが、でもう一個、化合物名検索をちょっとやってみましょう。でここで例として扱うのを、まあ、アスピリンにしましょう。まあなぜかという質問はなしですね。まあこれは名前だけでいいです。だから、ここにアスピリンと入れてもらって、検索すると、こんな感じで出ます。で、実はこのパブケムのデータベースにはアスピリンと、登録されているものに、例えばこの2つくっついた、これはカルシウム塩のアスピリンですね。これカルボン酸が1個あるので、2価のカルシウムで、まあ、2つのアスピリン分子がくっついて円になるんですが、こういったものも別の化合物として登録されています。だからこれ分子量ちょっとでかくなってますね、ここの部分とか、あと、混合物とかそういったものも、一つの、化合物として登録されていて、アスピリンというだけでこんなにたくさん出てきます。で一番上のアスピリンをクリックしてもらうと、まあこんな感じの情報が出てくるわけなんですが、そう、さっき説明したのが方ですね。それでこの右側のカラムのところの、リレーテッドサブスタンシーズのところのセームストラクチャーっていうところをクリックしてもらうと、そのアスピリンに関するまあ記述、それに関する登録がいっぱい出てきます。これに関してはなんでこんなぼやってんだろうな。この部分に、CID でこれコンパウンド ID なんですけども、コンパウンド ID ここに出てるのは今2244、全部2244になってると思いますが、ここに SID と書かれている別の番号もついています。で
化合物このデータベースの構造を、理解してもらうのにちょっとこの辺の理解が必要なんですが、後で説明しますね。でもう一回アスピリンに戻ってもらう、戻るボタンでいいです。戻ってもらって、で、さっきの、セイムストラクチャーのすぐ下にミクスチャーという項目もあります。でミクスチャーという部分をクリックしてもらうと、このアスピリンとまあ一緒の、まあ、混合物ですねのミクスチャーの、まあ、データベースの、登録の一覧がここで一覧を見ることができます。でこんな風にして、ミクスチャーであることで、もう別のID がついちゃうんですけども、つまりこういうことなんですね。そのアスピリンそのものカルボン酸がこういうふうについて、まあ、H が表示されて、こういう構造のものもアスピリンといって CID2244 とここには登録されています。でその構造に、その構造に関してデータが他からいろいろ登録されてくるんですけれども、今日も、ちょっと出てきましたけれども、京都大学の KEG というデータベースにからも、データは登録されてて、その時の登録番号がそのサブスタンス ID なんですね。 SID で4594という別の番号がついてます。でそんな風にしてそのデータの、出どころが違えば、全部別のサブスタンス ID がついてます。でもその元になるのは同じなんです。ただ同じと言っても、例えばポタシウムソルト、カリウムイオンの円になるだけで全然違う ID がついてきますし、このアスピリンの場合はですね、このカルボン酸のイオンのものも、アセチルオキシベンゾエートという名前になってますけれども、イオンになっているものも別の ID として登録されています。ちょっとこの辺がややこしいデータベースで、非常にこれが、なんていうのかな、検索結果いっぱい出てくる原因になるんですけれども、まあ、こういったデータベースの構造であるということを理解してください。またさらに先ほども言いましたように、混合物、ここではアスピリンのリジネイト、これリジンとの塩が、まあ、これ実際に、薬として、これカルボン酸がついているので水に溶けにくいという性質があって、リジンと塩をにして実際に、薬として使われていることが多いそうなんですけれども、こういったものも別のコンパウンド ID として登録されています。こういった構造になっています。で、いきなりここに見せてもらえば、ここの、元の画面に戻ってるかな、アスピリンの画面に戻ってもらって、ここの項目の、バイオアクティビティのディスコンパウンドっていうところをクリックしてもらうと、この画面でいい、こんな画面になって、今までどういった活性が調べられてて、どういった値が報告あるかと。これは、最初に示しましたように言いましたように、ロードマップに基づいて、NIH ケミカルジェノミクスセンター NCGC が、スクリーニングしたデータもあるんですけれども、同時に、文献調査も同時に行ってて、ここの一番上のところ、タイプがリタラチャーになってます。だから文献由来の、その文献の中で調べられている、このアスピリンの効力が IC50.162 マイクロモーラーというようなデータが出てきます。でその文献ごとにも、
その AID という番号が付けられて、これが圧生 ID なんですね。だから実際に、10万とか20万とかで化合物をガッと圧生するデータも同時に入っていながら、文献から引っ張ってきたその、値も一つの圧生とみなして AID の番号が付いています。で、一番上のが443491になってるかな。まあ別に何でもいいっちゃ何でもいいねんけど、一番上のこの AID をクリックしてみると、その、まあその圧生、圧生といってもこれは文献から引っ張ってきたものなんですけれども、この内容が、見て取れて、それでこの状態で横にリンクスというところがありますけれども、ここのパウメドというところを、見てもらえれば、パウメドに飛んで実際の方文に飛んでいけて、こういったふうに文献に直接、アクセスできると。でその中の文献を見てみると、あ、文献にアクセスもうしないでくださいね、あの時間がかかっちゃうから、文献の中には、こういったふうに化合物と IC50 のデータがこういうふうに掲載されてて、まあ、ある化合物のその効力というのがこれで簡単に検索できるということになります。でちょっとここは飛ばそう。でこういったアスピリンの元の画面に戻れるかな。アスピリンの画面っていうのは非常に、長くてダーッとあるんですけれども、それの下の方に行くと、下の方のこの右側ですね、その化合物が欲しいと思った時に、このケミカルベンダーっていう項目がなければちょっと残念なんですけども、時々あって、ここに書かれてる試薬屋さんから、何かしらその化合物を購入できるという可能性があります。でこれアスピリンあまりにも有名なんで、手に入る先っていうのは結構ありますけれども、この下の方にシグマアルドリッチみたいな、そういった有名な、試薬屋さんとか、あと TCI 東京化成もありますね。まあそういったとこからこういった化合物手に入りますよっていう情報もここから手に入ります。でもうちょっとやらせてください。で天然物、化合物っていうのは、まあ、ある活性が知られてます。ただ本当にその活性しか持ってないかっていうと、またそれも違って、あらゆる化合物が、まあ、複数の活性を持ってるっていうことは普通です。で今ここにちらっと見せますのは、アンチマイシン A3、まあ、別名ブラストマイシンというふうにも言いますが、ブラスト O が入ったり入ってなかったり、まあ、いろいろあるんですが、ストレートマイセスという放線菌が生産する呼吸阻害剤で、ミトコンドリア内膜の電子伝達のコンプレックス3複合体3で電子伝達を止めることによって、まあ、呼吸阻害を起こすと。であまりにも、まあ、毒性が強くて薬にもならないんですが、こういった化合物が果たしてこの作用点ここだけか、世間的にはどうなのかと、まあ、こういう阻害剤で有名なんですけども、他の作用を持ってないのかというのを、検索してみましょう。で、画面飛ばしてあるな、元の一番初めの、パブケムの画面に戻ってもらって、一番初めのパブケムに、戻ってもらって、このアンチマイシン A3 もしくは、まあ、ブラストマイシンで、検索してみてください。でいくつか出てくると思いますが、まあ、
プラスクマイシンを選んで一番上に出てくるかな、もしかして。はい、はい、そういうです。一番上に出てくる。はい。で、ここで同じようにバイオアクティビティのディスコンパウンドどのところをクリックしてもらうとこんな感じで、登録されている、アクティビティが出てきます。でよく見るとこの辺に一番上のとこですね、あの哺乳類のまあタンパク質アポトーシスに関係する BCL2 みたいなものが出てきますね。でこの一番上のところバイオアッセイの一番上のところの AIP のところをクリックしてもらうとそのアッセイの中身というのがこんな感じで出てきます。でこれに対してアンチマイシンというのは効力を発揮すると、決してその呼吸差の阻害だけじゃなくてこういうところにも効力を発揮する可能性があるというふうな、ことも分かるわけです。でその他、下の方に、行ってみるともういろんなことが出てきて、細胞内ではいろんな活性があるということが分かります。でちょっと時間なくなって、もうそろそろやめないとね。で、はい、ちょっと次の話題に移ります。で、スクリーニング系を新たに構築したい。で、その時にポジティブコントロールをなんとかしたいという時もあるかと思います。で例えばここに示したのは、例として、エルゴステロール、心筋類が持っている、コレステロール、膜のコレステロール、ステロールですね、ステロールの整合性の、経路を示したもんで、この経路っていうのは抗心筋剤を考える上で非常に重要な、ターゲットになる経路です。すでに、実際に実用化されている抗菌剤、抗心筋剤のターゲットというのは、まあ、こんな感じで、知られていて、こういった化合物が実際に、市販薬として、入っています。で新たなターゲットを見つけようというときに、まあ、どれでもいいんですけども なんかないかな。でそれに対する、ことが過去にどれだけ調べられているのかというのをさっと見てみたい。でここでは、この右下の方 ELV5 というものをちょっと思いつきで、選んでみました。これはデーサチレイスを、まあ、コードする、タンパク質ですが、それがそうだ、でもケグの説明までちょっとやってる時間がないので、これあの世界的に有名なパスウェイを中心としたデータベースで、これステロイドのバイオシンセスで、例えば、これキャンディダ・アルビカンスという、まあ、病原性も持った酵母ですけども、そのゲノムアノテーションから、どの酵素があるかというのを示したものですね、その経路。まあ、ごめんなさい、ちょっとこの説明は飛ばします。で、パブケムで、この上のタブバイオアッセイを選んだ状態でさっきの ELV5 を入力して検索すると ELV5 の活性に関する、検索結果がこのように出れる。で、その一つをクリックするとこんな風になってると。でそのアッセイの、これはまあ文献から、引っ張ってきたデータですけれども、こんな風にどんな化合物が効力を発揮するか、そのアッセイの詳細に関しても下の方に記述されています。
で、このパブメドに飛んでいったらこんな感じですね。実際に文献にもそのままアクセスできるようになってます。はい、ちょっと同じようなことの繰り返しになるので、例えば HMG 公営リダクターゼというのを検索してみると、まあこんな感じになりますみたいな例です。でここでは、アメリカのボストンにあるブロードインスティュートがもう大規模なスクリーニングをやって、実際に結果をまとめたものが載ってて、スクリーニングのその化合物数としてはこんな数がダーンとやられているわけですけれども、そういったデータも掲載されてて、下の方に、どういった化合物がどういう濃度で、効力を発揮するかというのが分かります。で、250のアクティブコンパウンドがセレクトされてますけれども、ストラクチャーアクティビティアナリシスというのがあって、化合物をさっきみたいな系統樹的に表現することが可能です。で、ここで使ってるのは、谷本シミラリティという化合物の類似度を示す、まあ、ある種の係数があるんですが、それに関してはちょっと聞かないでください。ちょっと非常にややこしいので、それで、例えばこれの下の方をじーっと見てみると、シミラリティとしては非常によく似た化合物が活性の、これ赤色が濃いと活性があって青に近いと活性がないんですが、化合物の構造が非常に似てるのに活性が緑とオレンジでだいぶ違ってる。でこの構造どういうふうに違うのかなって見たら、まあ、こんな感じでここに、フッ素がついてるついてないのことで、こんなふうに見て取れる、まあ、こういったものの構造活性相関もここから調べることができるということです。で、これちょっと飛ばして、さらにその生産菌に関しても、このコンパウンドのところに化合物名じゃなくて、例えばストレプトマイセスという菌の名前を入れてやるとこんな風にたくさん出てきます。まあここでは残念ながら532しか引っかかってこないですけども、まあデータベース全体としてもっと登録されていると思いますが、昔はこういうこともできなくて、最近こういう風にできるようになってきました。で例えばここで一番上に、出てるマイトマイシン C をクリックしてみると、まあこんな風な感じで、ここにその、ストレトマイセス、セスピトーサスっていうのが、作っているというような記述が書かれています。こういったものまで、生産する生物も検索することが可能になっています。はい、そろそろ、なかなかその、なんていうのかな、化合物を実際に描く聞くときと検索するときって違って、通常我々例えばアスピリン書くときこういうふうな構造を書きます。ただこのまま検索するとこういう置換器、この H がついてるはずなんですけども、置換器を含めて検索がかかってきます。だからあまりその置換器に別のものが入ったものを検索しない、望まないときはわざわざここに H を入れてやって検索すると、ここの部分ですね、ここの部分に H 今入れてませんから、この部分に置換器が入ったものだけ検索されるというような、こともできます。で、ちょっと練習問題も用意してたんですが、もうやったのでいいとして、これ最後にします。例えば自分の実験の中で、キャンディダルビカンスに対してこのフルコナゾールという、まあ、合成の抗菌剤で抗真菌剤ですけども、こういったものを使いたいという時にどんな濃度で使っていいかということが、まあ、大体知りたいという時に、
例えば普通にパブメドを使うとフルボラゾールって検索すると9000以上出てくると、ここから探し出すのはほぼ不可能で、かといって、キーワードにキャンディダを含めても4300ぐらいあって、これもここから実際に、パブメドを使って出すことは不可能で、そこで、ちなみにこのパブメドのここの部分ってプルダウンになってますよね。ここのプルダウンをパッとやって下の方に行くと、パブケムコンパウンドっていう項目もあります。そこを選んで、検索することもできます。そうすると、まあ、こんな風に出てきます。で、このフルコナゾールを選んでやってバイオアクティビティのディスコンパウンドのところを選んで、アクティビティ実際に見てみると、こんな風に、最初に出てくる、まあ、例えばですね、最初に出てくるキャンディダアルビカンスで、あ、これは違うか、CYP51 という、まあ、サイトクローム C の、サイトクローム P450 のうちの酵素に対してですけども、まあ、次の、アンチファンガルアクティビティアゲンストキャンディダアルビカンスというふうに書かれてます。例えばこれは 0.06 マイクロモーラーで効いてますよと、こういう濃度で効くので、自分の実験の、まあ、濃度の検討というのができるようになってくるわけです。まあ、こういった使い方で化合物と自分の実験をつなげるのに、まあ、いいツールに使えるんじゃないかと思います。はい、ちょっと長くなりましたけれども、この後最後に実際になんか化合物を選んで自分で書いて検索してみようみたいなことも用意してたんですけど、いいですかね。これで、ちょっと長くなりましたけど、これで終わりたいと思います。ありがとうございます。あ、ごめんなさい、何か質問と何かありましたらいいですか。大丈夫ですか。ありましたら、メールアドレスとか僕その配った紙に書きましたので、何かあの疑問点とあれば、なんか構造のことよく分かんないとか、普段ね、まあ何でもいいです。何か質問があれば言ってください。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。